生命とミノルタカメラがお送りします日本水泳界で久方ぶりに世界新記録を出した青木真由美選手がスポーツ功労者として文部大臣から表彰されましたスポーツ功労者の表彰制度は43年のメキシコオリンピックを契機に作られたものでオリンピック大会で1位から3位までの入賞者に贈られることになっていましたが 青木選手の活躍ぶりを見ていた稲葉文部大臣が世界新記録を出した選手にも贈ろうと提案早速スポーツ功労者の表彰規定を改め青木選手の表彰となったものです文部大臣から表彰状を立てそれに大臣の敷地をもらった青木選手はミュンヘンでも日の丸を狙うと次の目標に胸を膨らませていました 割れないように改良して売り出したばかりのコカ・コーラホームサイズの瓶が破裂し女性が怪我をするという事故が東京でありました怪我をしたのは中央区築地の相場真理子さん23歳で去る21日近くの酒店から配達されたコカ・コーラホームサイズをしまおうとしたところこのうちの1本がぶつけもしないのに破裂し足に10日間の怪我をしました破裂したコーラの瓶は 去年連続して破裂事故があったため耐圧試験などをして破れにくいように改良され先月から売り出されていたもので警視庁では科学検査所にこの破裂した瓶を送り強さや製造上欠陥がなかったかどうか調べることにしています。